3人は詰めつめで優作さんかぶってるんでしょってうん家虫とるだろう <laughs> ちょっと前よくあってたやつええー、もっともっと頭で優作、はい、さ,さんの家の下にそこで昼飯ちょこちょこカツオはい やったら外に立ってたやつ <laughs> 僕もでも西原住んでる時、あのバスで那覇行く時、あの二日酔いの時、うん、よく有作さんと一緒でしたよ。ね、乗る場所が一緒、一緒でした、ね。乗るバスね。まあ、場所も <laughs> <ス>場所は違うか。バス停は違う。だ よろしくお願いします二番や使った方がいいですねはいああああああ FEC チューンド

ということで、えー、今週も始まりました、ちちちラジオパーソナリティの上地でも下地でもない中地ですえー、毎週火曜日夜の11時から、えー、この後12時までですね、えー、生放送を担当させていただいております。今日も、こいつがやってきてるぜあ、ボード弁剣ですよろすえ弁、ー、剣あんなエコーかかってた <laughs> え、あれタイトルコール。あれいつも。はい。あ、そうなのそうですよ。あんなにかかってた え、うん、まあ、それ、まあ、うん、吉田美和くらい吉田美和、ちょっと世代じゃないドリカムよああ、ああ、言われても全然ピンとこない。えー、メンケンさん来ていただきましたはい。ありがとうございます。いや、もうレギュラーなのね。あ、まあ、レギュラーなんですね。ちゃんと稽古、割にちょっと、中地ラジオ。早かったですからね。中地ラジオがあるんでって言って、最近稽古をやめあ、今日、今日っていうかさっき稽古してたんですか はい、えっと、今週土曜日に米軍基地が公演があって、依頼公演があって、まあ一般の方はちょっと見れないんですけど、はい、はい、はい。その稽古。ナハートっすよねナショーホールね。あ、そうなんだ。ショーホールって言ってもだってあっち300キャパとかですよね。まあ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 腹立つな。しかも今週教師化稽古日決まってないわけよ。はい。俺、終わり俺初めてやる、コントがあって。はい。 元氏の大役といううわーあそっか元氏さんがまた別件で出られないのかうん出れるんだけどはいあ土曜日ねはいでも来月にもちょっとあって、うん、そのために今回俺が練習,練習っていうか、まあ、まあ前もって慣れとこうとんうん、うん、<laughs> 元氏からゴ言を取ったというええー、ああの役、うん、ええー、これはじゃあ今週は見られないですけど え、次回の。おいおい見れる時は来るかもね。いや、これは奪った方がいいんじゃないですか、ケンさんが。そう。ジュゴンはね。で、もともと、今日、あ、今日で今週の、米軍基地でジュゴンケンお願いなってマーチャーさんに言われて。はい。あ、わかりましたって言って。はい。で、来月またちょっと色々あって。はい。ジュゴンやるかもしれない。は元市で行くか、ケンで行くかは。うん。ちょっと、オーディションだと。ええー感じで、 まあ、半分冗談っぽく言ってたんだけど。そしたら、何日か経ってから元氏、私が、はい、すみません、あの日僕、スケジュール A2G なんですよ、来月ね。気持ち悪いって。なんかこいつ。いやいや、僕、ななまあ、僕で、まあ、勝負したわけじゃないんですけど。僕、仕事入ってて、<laughs> みたいな。お子さんたまらんな、やっぱり。おいおいお何俺、俺、不先輩、不先輩みたいなことすんなよ。ねえ、不戦勝で。<ー> <laughs> ちょっと腹立ったけど。たまらんなぁ。まあでもやっぱり言うても今の米軍基地は今というかまあここ最近は元市さんかなり重要な役でずっと出られてますもんね。うん、まあそうね。うん<ー>。誰が重要と思ってるかわからんけどいや。僕は重要と思ってます。<laughs> まあみんな、みんな重要ではありますけどね。まあ、うん。あ<ー>結構人数が少なくなって、ね。意外とね。うん 意外とみんな重複してコント出てますもんね。いろんな大役がいっぱいあるからな。5、6キャラぐらいですもんね。ケンさんで何キャラぐらいですか俺はほぼ、米兵一択だったかな。あ、そうか。俺はもうほぼ米兵。はいはいはい。米兵二種類とか。はい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 。米兵。米兵のダブルヘッダー。迷彩を着替えるっていう。<laughs> <laughs> あ昔の迷彩から今の迷彩に着替えるみたいなた。そのお笑い米軍。 基地のーの方だったら、ちょっとわかるんでしょうね、うん、じゃあ。そうね。ああ、今日この迷彩柄来てるケンさんとか。あなんだ、同じ明細だけど、三役とかね。<laughs> <laughs> キャラが違ういい三役。あいいじゃないですか、それはそれで。あの、荷物も少ないですし。そうそう。みんなだって、米軍基地の時って、だからその。<laughs> 荷物えぐいからな。みんなだってキャリーケースで来るでしょ。そう,そうそう。あ意味わからない荷物の量だもん。 うん、俺大体、スーツと米兵の。はいはいはい。彩だけです。ああ、めっちゃ楽です。だからなんだ俺今週土曜日スーツと白タイツだけでいいから。あより減りましたね。米兵がなくな、るはいはいはい。より減りましたね。<う>白タイツなんてもうペラ一ですからね。あれ、うん。顔白塗りしないといけない。そうです。あと中からなんか着ないと。あーそうそうちょっとつけるとかなんか。元しさんが一回これでやらかしてますもんね。なんだった あの、だから全身白タイツを、うん、ええー、着てたんですけど、その、白タイツが透けるっていうのを分からずに、まあ、直で着てたっていうのがあって、はいはい、お笑い米軍基地のお偉いさんたちが集まる公園で。直で、も何もつけずにってことはい。ほぼチンチンが見えてたっていう。お笑い米軍基地のもう大事件として語り継がれてる。いはい。 意外と近くで見たら分からないんですよね。光当たって遠くで見てると、あ,ね、あれ元氏ちんちん出てない <laughs> 元氏の元氏が。そうなんですよ。小元氏があ。元氏さん、コメント来ていただいてます。つ <laughs> けるのが分かった上でよ。<laughs> じゃあ、えー、なおさらダメじゃないド変態やしや、マジで。そうも確信犯ですからね。で、コメントしてきてるのかなうん <laughs>。怖いですよ。うん。ああ、だから、はーあの、 後輩。大丈夫かな今週本番だけどっていう。三代目ですね。ああああいや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 。何を三代目をや。あん。いや、ちょっと楽しみですね。ちょっと僕は見に行けないんですけども。あ、そうなんだ。はい。あ、そうだね。あ。単独のいいじゃん。単独ではありますけど、別に行けるのか。準備とかあるんじゃないの準備はありますけど、言って。ここからだ。 はい。5時入りとかなんで。あ、じゃあ全然いけるさ。いけるのちょうど終わってからいけるん、ね、で。うん、うん、うん、うん。完全撤収が5時ぐらいでしたよね。多分健ケンさんたちが。ああ、どうだろう俺もその辺詳し ?4 時終演の5時完鉄だったと思うんで。全体のイベントか、イベントっていうかそれがかな。うん、うん、うん。うん、が5時撤収。うん。うん。しうん出番的には90分ぐらいの出番です。うん。お笑い米軍基地的には、えー、4時には終わる。 らしいので。いや、3時くらいかな。あ、そんな、もう。一時半。あ、そうなんだ。はいはいはい。うーん。えー、まあそんな今週土曜日。ええまあお笑い米軍基地。まあこれはあのもう関係者というか、えー、一般の方にチケット販売している公演ではないんですけども。公演なんで。はい。ええその夕方、まあ夜ですね、七時会場、七時半開演で、新ネタチソネというね。何そありますので、ええぜひ。 見に来ていただければと思います。きんぴら出るんだっけきんぴらさんも出ます。じゃあ見に行こうかな。ぜひ。あと、松ンさんも出ます。松ンさんちょっと司会してもらおうかな。あ、そうなんだ。はい。もう一組、カシスさん。あとはカシスさんが出ますね。なんか、めっちゃ話変わりますけど、ピーチーさん、東京行くんすね。あ、ピーチカシス。はい。へぇー。こっちの、ここでも話してましたもう、そ卒業した。あ、そうなんだお疲れ様でした。だって、もうすぐじゃない もう、もう行くのかねすあ、そんなレベルこの,この間 A ランチでもうバイバイとか、ねへー。ええ。ええ、すごいなぁ。中ちゃん行かないのいやー行かんなぁ。行きたくないな、東京は。<laughs> マカビで精一杯なんで。<laughs> ーんあれうん。狭くないいやーちょっともう厳しい。那覇とか、沖縄とかじゃなくて、マカビで精一杯一応今日、街でびっくりしたんですけど。うん もうここ通い慣れたこの FM 技ノ湾、おうおうあの、来る道中僕道間違えちゃいましたからね。えなんであ、だんだ、那覇から。もう何年こっち通ってるからよ。いやもう7年とか。でしょはい、8年とかですよ。間違えるわけないでしょ。那覇からずっと33までバーって行って、薪、うん、港で降りて、で、58。はいはいはい。出て、で、えー、っと、交差点、あれ、急な交差点 伊佐交差点か。伊佐と、伊佐交差点か。を右折して、行くっていうルートなんですけど、あの、気づいたらもう330、あの、普天間ぐらいまでいて。あ、じゃあ逆方向から来たってことか。あ、いえ、那覇から。だから逆。あ、まあそう下から登ってこないで上から降りてきそうですね。うん。お、俺、普天間いると思って。別に、いいんじゃ、行けるから。いや、でも焦りましたね。自分が思い描いてたルートじゃないから。めっちゃ怖かったなぁ。 あそれぐらいちょっと土地感ないんでね。俺も今日五パチから来たんだけど、はいあのコンビニ寄ってきたんだけど、はははいいいローソン。ははいいああローソンの今、外国人多いさ。だいぶ多いですね。でも、今までね親切な日本人、はい丁寧な接客が当たり前で来てるさね。はい だからこ、おにぎり温めますかとか、袋いりますかとか、もはい、店員発信が割と多かったじゃん,、うん。外国人になると何も言わなくて、私か,から袋入れてくださいとか、これ温めてくださいとか言うのが今主流やし。今日会った外国人っていう死に素晴らしくて。<laughs> えー、しかも動きもテキパキで。もうそこまで来てるか。うん、あのー、 おにぎりを補充してたのよ、店員はいはいはい。で、俺飲み物買って。レジなんで、ちょっとお待ちくださいませみたいな。死に声も。いい片ではあるんですね。死に声もでかい出てて、はい。あです。はい。バーって走ってきて、ピッ、ピッって。はい。で、俺おにぎり一個買ってたから、はい。温めますかって言うから、はい。もう、あいや、大丈夫ですよ。はい。そしたら、何、ホットケースっていうの。ああ、ホットスラック。チキンとか。うんうんうん。 何か取りますか別に欲しくねえ。体型でね。欲しくねえぞと。こいつは絶対、なんか食うぞ。ムチキとか。おにぎり1個、飲み物1個なわけがないと。はい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 。チキンが何個か残ってて。何か取りますかはい。大丈夫です。 袋入れますかあ、はい、お願いします。おにぎり温めあ、温めなくていいです。死に丁寧だったやつ。丁寧なのそれは。死に元気やった。ただのおんば外国人じゃない、それは。俺一番今までで一番丁寧な外国人だな、と思っその仕事のできる、できないを置いといて、やっぱり、その、元気よくっていうのはやっぱテンション上がります。ポイントカードはあー、テンション上がるな。テンション上がるな。何こっりしますかはい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 。 別に俺見たわけじゃないよ、チキンを。そうなのもう。俺が見てたらわかるさ。チキンをちょっと見てて。ちょっとよだれたらしなの。実はよだれ垂れてたじゃないですか、ケンさん。見てないけど。びちゃ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 。そうだね、そんなには。もう十5入ってるし。15のイメージはよくわからないんですけど。えー、やっぱ元気な店員っていいないいよな推しの店員がいて。推しの店員。推しの店員。うん。 どこにあの、ユニオンマカビ店。おお,おお、家の近くだ。家の近くのユニオンに、うん、えー、推しの店員がいて、えー、ちょっと名前、名札がね、ちょっと恥ずかしくて見れないんだよな。毎回見ようとするけど、恥ずかしくて。ああもう、この人もただただ元気。これは何日本人日本人。ただただ元気。すごい声大きい。<laughs> うん、男の人男の方って、 えー、年齢がね、た僕ぐらい。もうちょい上かな。<ー>30代前半ぐらいかな。もうめちゃくちゃ、その、まあ、レジの方なんで、うん、レジの人で、正直なんか、アベレージっていうか、まあ、ね、普通にやってくれれば、別に仕事なんていいじゃないですか。うん、ただ、ただ元気が過ぎてて、もうちょっとテンション上がるんですけど、だからこれ、の、 そう気持ちを共有してくれるのが、うん、オリオンリーグの玉寄せさん。<laughs> 家近いから。家近いから。玉寄せさんも、だこの話したら、あーあ、わかるって言ってくれるんですよね。<laughs> ぜひちょっと行ってほしいな。ええー、じゃあ今度中地に行くときに。ぜひ。あのー、でも早い時間。早い時間多分だから、日中。ああ、そっか。うん。じゃあ中地に行くことないなー。ないっすよねー。うん。祝日、あ。 金曜日祝日だなあ、っ赤チンチ行こうかないますよ僕なんでえっいるでしょそりゃんでって言うかだって家だもん何のために家賃払ってるんですか意味わからないですからね行こうかなじゃ遊びにあぜひ赤ちゃん見に行こうかなでついでにユニオンに寄っていただいてユニオンで何か差し入れを買って持ってくるビール何でもいいですからね一応ねうん えー、今週土曜日は、うん、今週土曜日じゃない、あの、先日日曜日は FEC お笑い劇場がありましたけども。うん、あ、そうだね。僕はちょっとね、あのー、別件でちょっと参加できなかったんですけども。中地のいない FEC お笑い劇場は、寂しかった、はい。そんなことないでしょ。うん、そんなことない。そんなことないですね。だって言うて1月もほぼいなかったですからね。そうね。んうん。うんうん、慣れてるかもしれないな、えー。さっき決まったんですけど、4月もいなさそうです、ね。<laughs> だいぶ四月俺運営メンバーいないか。あ,あ、もそもそもね。ああ、うん、えー、まあ、お笑い劇場がありましたけども、まあ、毎回ね、f シュお笑い劇場は、まあ、ネタを中心に行っているライブで、もう、その日で、えー、ランキング、まあ、1位からビリーまで出てるんですけども、まあ、正直、ランキングは、まあ、置いといて、あの、企画うん。うん、今回は、えー、オードブル、もこもこもとしさんがお、 えープレゼンツという形で、演出も含めて、出演も含めて、えいろいろね、やってましたけども、どうだったんだろうっていうのをね。やっぱ気になるめっちゃ気になる。だってまだ、やっぱみんな気になるんだな。映像も見てないんで。そうね、まだアップしてないし。いつもね、あの、みんなで見れるように共有してるんですけど、その映像もまだないので。それどうだったんだな今日、あの、秋田本店、 はい。アキラさんに会ったときに。はい。どうだったえアキラさんもアキさんいたんだけど。はいはいあ、聞いてなかっ昨日,昨日、あの、反省会というか。はいはいはい。で、その時き、元氏ってどんな発言してたっていう、俺に聞かれて。はいはいはい。あ、やっぱみんな元氏のこと気になってるんだなと思って。気になる。な,るなんか、だから僕が、得ている、うん、 えー、現段階で、証拠というか判断材料。<拠>判断材料は、まあ、まずそもそもの段階で、うんえー、企画どういうのをやりますよっていうのを、もちろん聞いてたんですけど、まあ面白そうだなと。そうね、会議には中島もいるから、ね、はい。まあ、ざっくりとした内容を話すと、うん、まぁ FEC の女性タレント人、まあ芸人メンバー、はいはい、まあ女性メンバーに、うん、えー、まあ元氏さんと、えー、誰かが、うん えー、二人並んでいると、いる、いてもらって、まあ、どっちを選ぶか、みたいな。あ、まあ、ま、単純に、元したい他の芸人で対決して、どちらにチョコレートをあげたくなったか、うんうん、キュンとしたか、っていう判断をしてもらうっていう。っていう内容ですよね。だから面白そうですし、うん、で、その元氏さんと対決する芸人も事前に決めてたんですけども、うん、そのチョイスとかも含めて、あ、これは、 さぞ面白そうだなと。ガチで、元氏が決めてるからね。うん。で、元氏さん的には、えこの、こいつだったら俺でも勝てるだろうっていう。この人たちだったらね。うまあ。三3名を選んで。はい。で、メンバーが新一郎さん。ス先輩よ。えー、で、言うてもイケメン信号の22よ。ねえ。えパラサロンのアキラさん。アキラさん。はい。で、え今回ゲストで、え出演していただいたリップサービスのエモリさんうん。 <laughs> まあ、もとしさん的にはこの3名には勝てると。それぞれと比べたときに、うんえー、自分の方が引いててるんじゃないかと。そうそうそう。自負しているっていうのを、女性メンバーがどう判断するかっていうことなんですけども。うんえー、まあ、だから昨日、そのね、ライブの反省会がありまして。はいはい、元氏もとしさんのなんかその雰囲気とかを見てると、<laughs> まあ、おそらく失敗したのかな, <laughs> <laughs> なんか、中の下ぐらい。いやいや失敗はしてない。僕が予想する点数。うん。えー、67点。ああ、お高っ。いやいや、<laughs> 元さん聞いてるから。<laughs> <laughs> えー いや、でも、元社はいろいろ反省するとこあったっても、検算的には、検算的には、まあ、その当事者として、何点でした当事者ってのに俺いや、だから、見てるじゃないですか。あ、その場に。で、見てたからってことでで、全演出をされていたっていう。あの、リハ、企画リハの段階で、はいはいはい。は、あの、30点ぐらい。かな。 はいはい。ま、でも、リハーサルですからね。うん。だから、それら本番に向けてね。はい。今は修正に頑張ってましたから。はい。はい。本番は、しっかり、うん。35点ぐらいだ。いやいやいや、冗談ね、冗談。えでも、盛り上がってたよ。ああ、ああ、ああ、ガラッと映像見ましたけどうん。盛り上がってましたね。うん。あの、やっぱ、周りがしっかりした人が多いから。はいはいはい。新一郎さんだったり、明さんだったり。確かにね。り上ったり。うん。 ね、しっかりした。で、し司会で慎吾がいるから。はいはいはい。だ何やっても。まあ失敗はないメンバーではない、ね。フォローが絶対できる人たちがいるから、もうしかぶなと。はい,はい。あいつ本番前泣きそうだったからな。<laughs> 半泣きで、もうどうしていいか分からないっつって言ってたから。<laughs> <laughs> じゃあもっとしう。お前自信持ってやるだけで、あとはもう本番なのにってう。うん、うんうう。聞かせて本番ちょっと頑張ってたけど。はい、はいはいはい。ただ、この、やっぱ想定不足というか演出あ。ああ その、三本勝負で、全部のことを想定しないといけない。はい基本的に。はい最初勝って、二連敗。うん。二連勝して、一敗。うん。三連勝。うん。三連敗。うん。負け勝ち勝ち。はい。負け負け勝ち。はい。いろんなパターンを全部想定して、うん。やらないといけないけど、そこまで頭がま、パンパンで回ってなくて、うん。稽古一回やって、リハでも、はい。勝ち負け、 勝ちとか、そんな感じだったんだよ。はい,はいはいはい。ね、新一郎さんには勝ってとかうんうんま、絶妙ななんか。二回とも新一郎さんには勝ってるから、うん、本番も新一郎さんに勝てるんじゃないかなって思ってたんじゃないかなと思ってた。あー、なるほどね。そう。ま、本番負け負け勝ちだったの、ね、よ。はい,はいはいはい。で、負けて、罰ゲーム張り系。勝に勝ったんですか <laughs> あの、あきらさん、最後。<laughs> <laughs> 勝ったんだけど、この、えっちゃ面白い。チョコレート欲しい。はい。 戻しプレゼント、チョコレート欲しい。俺がもらえるべきだみたいな。自信満々にやって、まあ負けて、うありして。まあこれは別にお笑いとして、しっかり成立してるし。もちろん。ね。いいことさ。で、ただ、アキラさんに勝ったときに、勝ったら喜ぶさ。うわーって言えばいもちろん。噛み締めるように喜びんちゃって。マジで、マジの喜びと思って。 舞台上で喜べや、と。マジでなよっしくしくと。っしみたいな感じになって、アキラさんが、よ、もっと、もっと喜べやって。せめてね。ち切れるっていう。そこで一応笑いにはなるんだけど。おとしさん面白いなぁ。疲れ切るなよ、最後に。はいはいはいでも、それも、見てて面白かったけど。うへぇー。 まあでも、それを含めて盛り上がったっていうのはま。うん、だまだ2回、2回だからね。はい、演出になって、まだ。はい,は,いは,いはい。は、う、い、ん。はい。はい。俺は成長が楽しみでしょうがないよね。いやー、<は>でも、あの、やってることは面白いですもんね。ああん 1>, 1月、2月は。すごいワクワクするような企画を毎回用意していただいてるんで。あとはもう、3月もちゃんとあいつがやる気があるかと。<laughs> 心が折れてる感がすごかったんだよな。あこ折れた感が。いやでも、こっからですから、元志さん。一緒に頑張りましょう、みんなで。絶対面白いよ。味覚ゼロさん、元志を暴かないで。もう、暴かれすぎてるんじゃないですか、元志さんは。暴くところないですよ。いいところ言ってるけどな、んそうですね。いいところを暴いてるのか、今。いやでも、僕もね、その、来年度、 っていうスケジュールで言うと、はいねうん、あの、僕も演出っていう立場で、そ、ね、劇場に、関わる,る、ね、こともあるので、うん、ちょっと今のうちにちょっと元志さんの動き方とか、そう、うん。勉強しておかないとな、とんですね,うね、うん。僕、テンブス演出入ってたかなテンブスの時うん。場所が。多分。<ー>うん。ちょっとその辺もね、3月何するんだろう、元志さん。 うんまあまあまあ、はい、うっすら聞いてはいるけど。あ、そうなんだ。あ、もう聞いて、あ、聞いてないか。あ、誰に言ったんだろう。俺ときの時だけかな。じゃないですかね。僕にはあんま話してくれないんですよ、元越さん。<laughs> んあ,あ、そうなのあんま頼ってくれない。ミーティングで言ってないのかな普通に喋ってるときに聞いたのうんああ、ああ、ああ、そのイメージあるな。まあでも企画は大盛り上がりっていうことで。うんうん、だ,だから、このね、2月演出するっつって2月のこともやるけど、はい だって3月のこともやりながらやらないといけないな。そうなんですよね。それパンパンになるのよね。で、他のね、まあ米軍基地だったり。そう、うん。で、パサナイスタジオの、あの、スタジオメンバーでもありますし。管理してるんでしょ、うん、で、まあ、もっと言えば、大枠にオードブルっていうのがありますからね。大枠、まあまあまあ、ね、真、うん、の部分ね。はい。うん、で、元下みんなですからね、これ。 <笑><笑>はい、釘打ちよっちゃってこれは。釘打った。これみんなですからね。釘打ったー。うん、今本氏が、俺こんなにやってるんだ、ってなるところだったけども。はい。いや、みんなですから。<laughs> それを言ってないだけでね、みんな。イイトもしてるし、もイトもしてますし、<う>ね。<う>えー、あともう映像編集ね。<う>あの、バサないメンバーの、 やつもそうですけど、その個人のやつとか、うん、まあ、ペイデーのやつとか、うん、もういっぱいやってますし。今回俺の劇場ネタの音も元氏、もとしに。あ、そうなんだ、音とかもね。俺が録音したのを、もとし編集してもらって、はいはいはい。協力してもらったからパワポとかも作れますし、うん、お笑い米軍基地は出るだけではなく、うう技術的なのも全部、うん、も、ね、元氏しさんが作ってますけど、うん みんなですからね、元下。さんへ、釘打つな。ぶっとい。みんなですから。ぶっとい釘打つな。うん。食いだな、もう。食いですよ。食いというか、みんな刺さってますからね。僕らも。僕も刺さってます。健さんも刺さってます。キャンさんも刺さってますし。元ん子供も元下じゃない元ん子供、子供産めないですから。子供を刺さってんだけんからねはい。うん。 それが普通ですからね。まあまあ、うん。みんな、みんなずっと嫌な気持ちで生きてますよ。<laughs> どうした <laughs> どうした今日 <laughs> どうした ?3 時間起きに起きるからいや。今日きつかったんすよ <laughs> 今日。今日全然ダメだった。ね、ああ。まあまあ、また明日から。ちょっとっでも,もう、しょうがないからな、<ー>この辺もう。まあでも、FEC お笑い劇場はすごい盛り上がったようで。あ、そう、盛り上がったで。 帰りに、チョコのプレゼントつっはいはいはい。芸人のキス顔写真を,写真を、うん、入れてね。入れて配るっていう。うんうん、はい。もう、すごかったよ。これ、だからごちゃ。ごっちゃ返して。あ、そうなんだ。うん、あみんな喜んでくれたんですね。喜んでるんだろうね、きっとね。ケンさんのをもらった人の反応とか見れたんですかあ俺、そんな反応わからないです。俺、あの、配ってもないし、俺。あだし、結構、 ギリギリで終わったのが。あ、なるほど。早く出ないといけないからああ。ああ、ああ片付けをね、ああいろいろやりながらはい、はい。あっていうことなんで。ゼロさん、コンテニューコインありがとうございます。よければ、この後。<お>あ、もう、30分延長できるっぽいんで、あれですけど。えー、俺のキス顔どうなったんだろう。だ予定ではキス顔紹介の時間もあったけど、実際時間が伸びてて、あれなしにしようみたいなのも思って、はいはい、結構紹介はしなくて。はい。 ま、配った人の反応。わーなギャー、誰やなー、みたいな。元子さんのとか誰がもらったんだろう。<laughs> 俺普通に元子さんの欲しいではあるなマジはい。石岩灯みたいな。おくろから毛吐ってるやつ。お風から毛吐って。<laughs> 石岩灯みたいなって石岩灯に失礼だよ。<laughs> マジで。なんか呪物として。そんなや、角に置いたらよ、お妖怪は入ってこないよ、みたいな。じゃないよ、や。 欲しいですね。引き寄せるよや。れ引き寄せるのか。あー。だキス顔写真とかもね、だ誰が。でもちょっと難しかったな、<laughs> キス顔写真。え <laughs> お題がっていうことですか結局、あれじゃん。ただ募集した時さ、みんなに。あー。お写真ください。ってはい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 。で、お立ち運営メンバーだから。はい。 見れるじゃん。うんうんうん。共有してるから。確かに、それはあった。見ちゃうと、難しくないはい。見てないメンバーは、自分のね、ボケたい感じでやってくると、もう一回見てるから。はいはい。ハードルがなんか勝手に上がるというか。同じやしとか。ああ、そういう感じになって。別に一緒でいいんですけどね。いいんだけど、なんか変な。なんかね、ありますよね。あともうちょいなんかボケしろ、がある、 つり方でもよかったから、ーそ,ね、そもそも。ちーえはもう素晴らしかった、ね。さすが。もうあれはもう、さすがだなーあ<の>、あでも、一番ケンさんのやつが生々しかったなー。まあまあまあ。だからもうどっちでいくかよ。本物でしたね。だ俺、あの後、普通に横にいる女の子に注意してたから。<laughs> あ、もうこの写真撮ったあの口のまま言ってるんだ。だ写真撮って。 <laughs> <laughs> 中するから、写真、チキスが欲しいらしくて、チューするから撮って,って、バシャってなった、そのあさっきもあるかって。なるほどね。それはもう、リアリティだよね。あんな生々しくなるとか。あー,あー、なんて言うん BL 感がね、すごかったな、ケンさんのは。あ、そう<ー> BL 感だった。BL のように見えましたね。あ、でも僕、<ー>あれなんですよ。だから、新宿2丁目 2>、うん えの、そういうバーで、うん、もうそれこそケンさんみたいな。はいはいはい。ああ。あれ知ってますあの、スカパーのポコタテ。ああ、わかるの、うん、えっと、もう亡くなっちゃったんですけど、うん、コレステロール拓也さん。あ、うん、あ、わか,わからないですか、うんえー、っていう伝説のゲイの方が、えー、絶対に行かせられるフェラーを、うん。ああはいはいはい。披露されて、 ましてバキュームフェラーだったかなな,なんか。え、あの人、あの人亡くなっそう、亡くなっちゃったんですよ。そうなので,、うん、で、その、コレステロール拓也さんの前世紀の時期に、うん、えー、僕、お店に遊びに行ったんですよ。え、ってことはで、でも、拓也さんいらっしゃらなくて。ああ<ー>。別の方が、えー、出勤されていて。別の方のバキュームを。別の方がもう、本当に健さんそっくり。<laughs> ただ俺を。もう全く一緒。その業界ですごくモテるのよ。ケンさんそうでしょ、うん、まんまそれだもん。うるせえな。え <laughs> <laughs> 今この多様性の時代にこれは褒め言葉ですけどね。褒め言葉かああ<ー>。まあまあん、まあ、<ー>ちょその会話には昔からモテる。はあ、いや、でもこれいましたよ。これって言うなや新宿二丁目に。<laughs> これって言うなや あの、鼻の穴の中舐めさしてって言われましたね。ああ、俺眼球舐められた。うー眼球舐めさせたい。何なのあの方々。鼻の穴の中舐め言葉じゃなくなってるし、完全にも。じゃあ、かっこいいねとか、その異性に好かれるのはいいことだと思いますけど、鼻の穴の中舐めさせてとか、目舐めさせては、どういうことまあな。 意味わからんないよな。<ー>どういう欲求なのかな。うん。う、え、ん、ー。まあなんかそれに通ずるようなちょっとケンさんの写真見てたら思いましたね。あ難しかった。ああ、はいはいはい。はい、あん<ー>。ほはなんか飲みに行って居酒屋で酒に注意したりとかしてやりたかったけど、はい。はい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 。そんな時間もない。タイミングかね、合<ー>わずにね。 あまあ来月もまた F1 小笑い劇場ありますので、うん、ええー、早めにね、予約します。早春で、やります。早春は、あのー、もう状況によってはちょっとチケット完売しますので。あ、そう。もう本当に早めに。最近早春は完売してます。入らなくなりがちだもんね。はい。本当に早めに。ソールドアウトあり得るなぁ。うん。あの予約をお願いいたします。うん で、2月お笑い劇場が行われている同時刻、僕は、あの、コンベンションの方で、あの、トヨタの、はいはいはい。イベントの、まあ、あの、盛り上げ役みたいな感じで、あるな、参加させていただいてまして、展示してるところにいるってことでしょ展示中に、まあ、あの、トヨタの、まあ、そういう車とか、コンセプトカーとかを展示しつつ、で、僕は、えっと、外、 の方で、まあ、あのー、キッチンカーがあったり、ゲームみたいなのも。お子さんと一緒に楽しめるゲームのフロアっていうのがあって、<ー>その外の、まあ、森へ、あげ役、として、二日間、えー、いまして、えー、さっき見たんですけど、二、うん、日間で合計一万五千名が <laughs> <ジ>来場されたらしいですね。すごああ。で、この、まあ、僕はその子供たちと一緒に、 ボーリングやったり、ああはい。あとは車綱引きみたいな。はいはいはい。のを一緒にやるやつなんですけど、もうちょっと、あの、自分の感覚変わったなって思ったんですけど、うん、子供可愛かったなぁ。あらば、今まではそんな可愛い。いやもう全くだるーと思ってましたけど。父親になったんだなぁ。二日間最高の仕事でした、だから。<laughs> 子供とわちゃわちゃしてるだけ。 死に楽しかったですね。<laughs> 一方で元社泣きそうになってる。<laughs> いやは子供とわちゃわちゃして楽しいなーって。めっちゃ楽しかった。<laughs> ってか、なんでそもそもそんな考えができなかったんだろう。子供と遊んでお金もらえるって最高じゃんって思う。うん、うん。ただね、まあ、そのイベント自体は盛り上がったし、うん、お客さんもたくさんだし、子供たちも楽しんでもらえてたんですけど、その。これあれギャラは車でもらえるのいや、熱っ <laughs> 熱っ違うの ええー、アルファード欲しいな。アルファードはちょっとデカすぎるから、ノア。ノア欲しい。<laughs> <ル>ファミリーカー。リアルなこと言うなも、ね。うん。どうなんですかね。まぁ、あ、ちょっとギャラはおいおい相談ですけど、うん、あのー、そのー、一応 BGM みたいなのがかかってるんですよ。ボーリングしてる時とか。ーはい、ボーリングってボーリングボーリングは一応あの、タイヤでボーリングみたいな。あー、やっぱトヨタだから。そう,そうです、そうです。ちょっと車にちらタイヤを転がして。はい。 ボーリングのピンを倒すみたいな。うん、で、車綱引きは、あの、新型のランクルでしたね。<laughs> <laughs> マジな<だ>新型のランクルに紐、ひくくりつけて、子供たちに引っ張らすっていう。ええー、で、何ランクルが動くってことランクルを動かすっていう。<laughs> めっちゃ動かしたら勝ち。動かしたら勝ち。はい、うん、みたいな感じでしたけどその、BGM を、その、トヨタの社員さんたちが、<う>沖縄トヨタの社員さんが流してるんですけど、死ぬほどチャラくて。はいはい、マジあまりにもチャラすぎて。何をかけてたわけいや、あの、そう、伝わるかわからないですけど、うん、あの、ツーパックとか。何かエミネムとか。ああ<ー>。はい。あの、もうその、西海岸ヒップホップ。 うん。はいはいはい。あのあたり。うん。あのニーヨとかも流れてましたし。<laughs> マジのアアールンドビーもそうですけど、本当になんか90年代のチャラ箱ええ。みたいな音楽がガンガンで流れている中、えー、そのな、なんていう子供たち。<ら><俺>子供たちと遊ぶところで俺、もう衝撃的すぎて、動画撮ったんですよ。おうん。音聞こえるかな ちょっとだけ流していいですかちょっと、著作権。この、s エスイ、この、伝わりますええキャンさんとかが流してそうなやつ。欲しい。これんていうんすかねチュ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 ビームみたいな。みたいな。ん。ビーム、ビームだもうん。あれを、

不健全とかまでも思わないですけど、チャラこれと思って。一緒に仕事したー,あー。あーああああ。いや、なんかキャンさんみたいな人を外注で呼んで、ク組ましてやってるはまだわかるんですけど、はいはい、聞いたら、沖縄トヨタの社員さん。<ー>で、その、一応タクとかも持ってきてて、なんか私物って聞、ね、あ、あでもやっぱりあるじゃない趣味でやってんなんか昔にやってたんでしょうね。おそらくですけど。 今もやってんじゃいもしかしたら。忘年会とかで。はい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 。うーん。いやでも楽しかったですね。あのでも、ま、二日間外で。ああ。この土日もカンカンデりだったでしょ。楽しかったもんね。気狂うかと思いましたね。ああ。気狂ってる。ま、普段が狂ってるから別に大丈夫ゃない。ナチュラルハイいい感じに戻ったんや。いえ味覚ゼロさん、さすがアルファード芸人。いや僕、アルファード芸人じゃないです 僕、鈴木アドレス、V125 芸人ですから。あの、バイク直しました。あ、なんか、言ってたね。はい。そういえば。でもな、久しぶりじゃないバイク。もう2ヶ月、3ヶ月ぶりとか。何を直すって何ぶっかれてたのタイヤがパンクしてただけなんですよ。タイヤ交換しただけってことそうです、そうです。だから、大した故障でもなかったんですけど、はいはい えー、まあ、3ヶ月前ぐらいにパンクしたときは、まじでお金なさすぎて、うん、子供の出産も控えてるから、<ー>一応、まあ、なくても生きていけるから。あれじゃん、子供の出産したら、はい、あの、出産一時金みたいなのもらえるじゃん。はいはいはい。そのにタイヤも 代も入れれますって聞いたから <laughs> と、ちょっとえ、俺、け、戸籍消されんこんなこと、声合わせたら。<laughs> 意外とよ、うん、役所に、はい。こんなのっていけますって言ったら、はい。俺たちの知らないいけるやついっぱいあるらしいわよ。はい、えー、調べた方がいいじゃんだから、パンクンちっちゃ大合は知らんけど、<laughs> はいはい,はい、はい、なんか細かいこと。引っ,、はい、引っ越しだってお金もらえるらしいから。えー、そうなの、うん、まあ、一応、役場によって違ったりするときもあるけど、はい,はいはい。そういう、なんか、意外と、生活、 してて、あ、これもらえるんだみたいなやつが意外とあったりするんではい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 。それに調べといた方がいいかもしれない。出生育児金もね、よくわからんわー。一応、e、<TC S 2> 申請しましたけど。ああ。あ<ー> e、今 ETC つけたらどうのこうのとかね。一万円割り。ええー。補助が出るとか。実質、いくらぐらいでつけれるんですかね。そしたら一万円しないぐらいでつける、ね。ああ。まあよく高速乗るんだったらいいかもしれないですね。うん、ええー、あ、そんなのあるんだ。うん あ一応バイクを久しぶり復活させてでも今日車で来てんか今日車で来て <laughs> <laughs> んや何玉や直しましたよってあんな元気に言うんだったら、ね、バイクで来いややっぱもう体が車になっちゃってるもん体がクトラスフォーマもう車になれちゃってるなああそうだなうバイクでもお前こんな時に乗らないと乗る機会ないぜ子供いるんだからいやでもそれ以外は基本バイクですよ、うん あ、そうなんだ。那覇義の湾っていう距離だと、ちょっとなていぁ。<laughs> 前までバイクで来てただろう。うん、そうなんですよ。余裕でね。バイクに座ってタバコ吸ってただろう。うん、ああ、別に何目ではなかったんですけどね。うん。ま、あとね、まあ、そのタイヤ交換が意外とかさんで、3万したんですよね。ああ、はいはい。3万もかけて修理したんだったら、なるべく乗りたくないなと思って。 乗れよ。長持ちさせたいから。逆に。いや、劣化するよ、タイヤは。ああ、らしいですね。ちょっと走った方がいいよ。ああ。いやいや、でもバイクも直って、ちょっとどうにか。ああ、じゃあ、いい感じなんだ、今。いいえ何がちょただバイク直ったからね。ったし、子供生まれたし、順調になんかいろいろ進んでんだろうなと思って。どうかないや、特に。 うん、あんまり興味ないからいいけどよ。いや、興味あれよ。<laughs> 頼むから。バイク何になってんの、うん、?Z4 乗れるか川崎の、うん、いや、あの、小型、普通の小型バイク、原付き2種です。うんうん、あのー、ま、あそんな話はどうでもよくて。え、う、ぇ、ん。ヤや,やったんだよ。<laughs> びっくりした、俺。もう、いいよ、この話。俺が降った。いいじゃないですか。 まあまあ、また、また機会ありましたら、バイクの話しますけど。いいいい興味ないし。今日はちょっとごめんなさい。何なんなん、こいつ。<laughs> えっと、頑張って、一日一個、ネタ動画を投稿していまして。ああ。頑張ってるね、まだね。頑張って。頑張ってる。えー、今日の見たよ。だいぶもう心は折れてるんですけど。今日の見たよ。はい。<ー>今日はね、もう完全惰性でした、ね。う<ー><ー>ん。本当に。 今日はもう、本当は、ちゃんと取るやつがあったんですけど。なんだっけ、元彼の遺伝、遺書、みたいな本読んでたよな。なんだっけ。あれは別に、あの、深い意味はない。ただ、目の前にあったやつだから。元彼の遺言書みたいなやつだな。ああ。本読んでる。いや、よく見てるな。よく見てるな。普段本読まんくせに言おうと思って。うん。 えー、まあ、どうにかこうにか頑張ってるんですけど、うん、まあでもたまに、その、跳ねるときもあって、うん、あの、最近で言うと、うん、あのそこそこ行きましたよ、ジおジ何どれえっとね、えー、っと、1 2>、1> 2、3、4、あ、そうです、5個前のやつは、13万いきましたよ。うん、どれどれこ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 れ。ああ、す、寿司食ってるやつうん、ただ寿司食ってるだけなんですけど。 寿司が美味しそうだからじゃない <laughs> でも寿司郎でかいなあ,あ。寿司郎で、あれでしょコールセンターのバイトしてるみたいな。そうです、そうです、そうです。はい。でも全然面白くはないよ。寿司が美味しそう。<laughs> うん、面白くはないんですけど、<laughs> い,いいんですよ、その辺は。<laughs> もうとりあえず毎日投稿を頑張るっていうのを決めているから、ええ、やってるんで、あの、ま、数字はね、伸びてくれたら嬉しいなっていう感じではあるんですけど、あの、TikTok とインスタに毎日投稿してるんですよ。でね、ええ、TikTok は、その、なんか通知のシステムで、お互いフォローし合ってるアカウントだったら、僕の、 プロフィールを見ただけで通知が来るんですよ。ああ、来るね。これだからオフとかにもできると思うんですけど、うん、まあ、その、その辺なんか詳しくないんで。プロフィール見られましたよ、みたいな。うんうんうん。あの、パインペーチンくんが、1日に僕のプロフィールあの40回ぐらい見てこれもう嫌がらせじゃない怖くて怖くて。嫌がらせじゃなくて。もう監視されてるんですよ。<laughs> で、ケンさんとかに、うん ま、ちょくちょく、あの、動画見てるよ。あの、全然面白くないな、お前。みたいな感じで言われるのはあるんですけど、うとは、本当にぼそっと。毎日投稿頑張ってるね。なんかすれ違うたびに。声、今日の動画も見たよ。見る分にはいいけど、プロフィール見られてんだろ一日40回ぐらい。あれ、プロフィールから、過去のやつも見てるってことか、じゃあ。いや、だってそんな、何百本もないですよ。でもさ。うん。 毎日見てくれてるのかなだから、ここ最近の、だから13万再生も。あ,あんなにいったはい。うん。これももしかして、りょうとが10万ぐらい回してんじゃないかなって。<laughs> ありがたいですよ。ありがたいんですけどね。うーん。ちょっと怖い。見張られてるなーっていうので。うん。素敵じゃんうん。りょうとの愛情でしょ素,素敵なのかなちょっとわからないですけど。 なんかね、中地は、はい。いじられキャラさん。はいはいはいな。なんかよくいじられますね。うん。だ、もうほんと、みんな好きなんだろうな、中地のことと思うもん。うん、昨日も帰りなんかいたずらされてたでしょ昨日もひどい。いたずらされてましたよ。<laughs> あれめっちゃ面白かったけどな。うんあ。まあようやくするとその、まあ僕が普段履いてるスリッパが、うん えー、まあ、ペライチの髪になってたっていう。<laughs> まあちょっと説明すると、ちょっとい意味わからないんですけど、まあとりあえず、いつもの靴箱のところにサンダルを取りに行ったら、あの、<laughs> <laughs> ペラペラの髪になってたっていう。うあの、いつも履いてるサンダルを、うん、量とか、パシャリっとやって、うんうん、コピーして、ね、印刷して、うん、サンダル置いたところにして、 うん、<laughs> 代わりに置いてたってことね。い。最大のゴーサー、タイガタロ。そう、タイガさんにもよくいたずらされるんですけど、両都、うん、にもよくされるんですよ。うね、あで昨日は両都にされて。まあ一応やっぱりね、その、まあ嫌っちゃ嫌ですけど、うん、まあ一応やっぱり面白いっていうのが勝つんで、うん、全然いいですし、うん、僕も、あの、昨日のドッキリに関しては面白と思ったんで、もんなも途中から僕ももうね、 あの、まあ、あリアクションは撮ってますし、実際本当に嫌なんですけど、うん、動画をね、携帯で回しながら、はいはい、えー、リアクションを撮ってたわけですよ。<お>で、一通り終わって、え、うん、本当に何してんのよ、うん。まあまあまあ、いいけど、って言いながら、まあ、ちょっとタバコ吸って、<laughs> えー、まあ、もうその話題は終わって。うん、で、一応、面白かったから、これ、動画、あの、載せていい、あの、ツイッターとか、うんうん、インスタに載せていいって言ったあの、別で載せるから、中地は載せないでほしい。<laughs> <laughs> 本当に、本当にただやられるだけの。ただやられるだけの。人間でも俺は羨ましいと思うよ、俺。ああ。それ俺もやっていいよ。え、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 キャンサーもよくキャンサーはちゃんと暴力的なね。バイオレンス系ドッキリ。ドッキリですらないからね。ああ。中地最初、え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 って始まる。理解できないもん、だって。帰ろうとしてスリッパ見たら。 セライチの髪になってるもう理解できないでしょ。<laughs> うん。中っ子のものまねみんなできるよな。俺そんな喘ぎ声みたいな声出してるも <laughs> <laughs> 嘘でしょ。<laughs> うちの子供もそんな声出すよ。<laughs> おれだからだ。する <laughs> <laughs> そ,そうだね。<laughs> そなってるなぁ。するそ,そうだろ嫌だなぁ。あそう中っ子愛くるしいのよ。またまあ、まあ、なんかこのドッキリの動画はいつかどっかで。 両党が上げるか両党が上げる。中地上げれないから。俺は上げれない。俺は上げれないから。あげてみ、あげてみ。ぶち切れるんじゃん、あいつ。いや、俺、両人、怒らしたくないもん。街で殴られたことあるからな。街で殴られたことあるし。監視されてるから。今日のこの発言も。ちゃんとお前見てるよっていう、アピールしてるうわー、怖っ。で、今日このラジオでの発言も大丈夫なのかな。あ、聞いてそうだな。 怖いわ。結構聞いてますからね、両党このラジオ。で、酒飲みながらとか。うん。最近。出まくるんじゃん、お前、終わったら。ええ、やめてほしい。でも夜中に最近 DM 来ましたね。両党から。から。急に。怖怖かったですよ、内容。なんて内容がですね。ええと、あ、それこそあれだ、げあの、劇場終わりの夜中だ。 ああね、日曜日の。はい、うん。中地いなくて本当に寂しかったよ。元気 <laughs> <laughs> あ、劇場いなかったかな、はい、いで、DM 来まして、はい、あの、検査にも送ったんですけど、まあ、僕が裸でね、赤ちゃんにミルクあげてる写真を。なんか知らんけど顔がテカテカしてるやつな。そう,そうそうそう。え、送って、元気だよ、ということに、えー、連絡をしたら、うん、えー、なんか急に、いつもありがとうね。 いつでもハッピー待機してますって。なんか、<laughs> <laughs> 本当によくわからない <laughs>。ハッピーって、両土が飼ってるミニチュアダックス運動の犬がいるんですけど、本当に脈略もなく急に、いつでもハッピー待機してますって。なんか、俺が出動要請をかけるかのように、画像がね。いつお前必要としたもハッピー。ハッピー必要としたことないんですけどね。うーん。で、 えー、その後に、うん、ハッピーは交通整理のバイトと音響のバイト掛け持ちだから疲れてるよー。<laughs> この辺からもうほんと怖くて。<laughs> 大丈夫これ、両ょに殺さないお前。殺されるかも。<laughs> これバラしたらダメなんだよ、うん。で、こんだけね、その、ワンちゃん働かしたらダメじゃないですか。うん、だから両ょが養ってあげてと。あっしたわけね。うん。うん、そしたら、 いや、俺は養われてる。大黒柱はハッピー。公務員試験も挑戦してる。<laughs> え、ハッピー公務員試験受けてんのらしいですで。それに対して、お互い大黒柱にな,なれるように頑張ろうなぁと。うん、えー、DM を送ったところ、最後に両とから、最後にっていうか、あのー、それに対して両とから、うん、僕は柱をチェーンソーで切ったので、ハッピーに託します。おやすみ。<laughs> さすがに無視してやりました。<laughs> えー、怖すぎて。だからあんなにいたずらされるんだろうや。まあちょっと、パタパタしてたのかな両もなストレスが溜まってかのかなないですけど。持ってこないで実際に持ってる方が言うと、ちょっと怖っ、うん、死に怖家の木切ってましたもんね。マスクとかしてからやるんでしょ、うん、うわ、怖、えー、ジェイソンね。 なんで DM なんだよ。あれキャンソンなんで DM なんだよ。そう、それもね、LINE でもいいんですけどね。DM? インスタもな。その辺、ちょっと怖いよね。怖い。でも LINE でも来ますしね。うん。う LINE でも来ますし、まあ、電話でも来ますし。てか、今の子 LINE しないらしいからな。あマジでしないみたいですね。インスタって言ってたうだってもう、 インスタだけで。全部できるもんね。できますもんね。でも、昔って LINE もそうでしたよね。うううんんんだって投稿もできたじゃないですか。写真投稿とか。今もできますよね。LINE ブームとかもありますもんね。今、動画。あれ投稿してる人いないでしょうね。使ってる人。いないえ、います知らないけど。秋のりとかやってそうじゃないうわー。 やってそう。秋ノとかやってないこの世の全ての SNS 網羅してそう。<laughs> 秋ノさん、時代遅れよって。うん。だインスタだってビデオ通話もできますからね。りょうとははい。は監視してるよって分からしてくれてるさ。あ、僕に対してね<あ>は,いはいはい。秋ノリははい。バレないように監視してるから、ね。怖いわー。<laughs> みんなを。怖いわー、あれー、もうほんとに。秋ノに関わる、みんなを。うん。 多分なんか僕ら GPS 埋め込まれてますよね。<laughs> 絶対。<laughs> 秋きのりは Facebook の投稿もまめだよな。ああ、やっぱり。ほら。全 SNS で, SN で。全 SNS で。誰、どの芸人が今、どこの営業に行くとかも全部把握してるから。うんうんうん。もう、秋きのりが一番把握してるよ。うん。怖いよ。ねうんあ。すぐ。すぐですからねあ<ー>あ。目つけられないようにしてください。うん。あと2、3分くらいじゃね あ、あと2分ですねあ。もう時間は間もなく、えー、終了なんですが。まあ、改めて今週土曜日、新ネタチソネが、えー、つぼや演劇場を重ねて7時半からあります。あえー、ちょっとね、人数が少ないっぽいので、僕、僕以外のメンバーはチケット売ってるんですけど、中地<あ>、ね、が売ってないの僕が全然売ってない。メイ,なのにメインではない、いや、メインは、メインはみんなですから。ええ、中地<ー>ソネ、 メインのライブでしょまあそうですね。僕が全然売れてないので、あのー、まあ、ちょっと。劇場も来てないから、うん。そっちの方が売れるんじゃないチケット。ぜひ、ちょっと、あのー、皆さん、えー、ちょっと人助けのつもりでね、えー、遊びに来ていただければと思います。最後のゴーさんはね、ちょっと、えー、大変でしょうから、えー、味覚ゼロさんお願いします。<laughs> 名指しすんなよ。<laughs> 味覚ゼロさん。あと、トゥインクルちゃんも、ああ、ぜひ。 えー、お願いします。あ。はい。青木大さんもぜひ、来てください。えー、高保さんもぜひ、来てください。<お>えー、まあ土曜日、新ネタシソネ。で、日曜日は山城の報告がありますからね。あ、みなと。で、月曜日、バチバチっていうね。3連チゃんうん。で、火曜日、コザ爆笑工房でスタンダップコメディ、ね。4連チゃんうん。えげつない、スケジュールになってますから。芸人してるね。あちょっとしんどいですよ。す あありがたいことですからね。えー、ぜひ、全部来てください。山城の報告は僕出ないですけど。あ、出ないの出ない、出ない。じゃあ、行どういうこと一応行く。あ、行きます見に行くってことか。見に行くっていうことです。手伝いとかなんもない。うん、ただ見に行く。あ、そうなのお客さんとしてはい。じゃあ、4連ちゃんじゃない。 な、何芸人として4日連続ライブですって、みたいな言い方してるけど。いや、4日連続ライブじゃないんですか。携わってるっていうことではね。ということで、来週も聞いてくださーい。バイバイ。いやー、今週4連チャン。えー。1連チャンじゃないよ、や。きついなー。来週2連チャンだけよ、月火。いやー、同日月火と続く。同月火だけよ、や。 あ大変ですよ。日曜日お客さんだろや。うん、日曜日な、ど、どの格好していこう。うん、結構衣装というかね。まあ、お客さんだからな。うん。普通に、学校紐とかでいいんじゃなえ、味覚ゼロさん頑張りますってこと。あぜひ、頑張って。<laughs> えー、日、月、火。それぞれ、予約受け付けてますので。日,日曜日だい、ないし。 日曜日はだから一緒に行きますあ、そう、もう日曜日ソールドアウトしたのか。<あ>そう、日曜日のソールドしてたや。えん。うん、えー、じゃあ、どう、月かですね。そうね。はい。ぜひ、お願いします。バチバチ予最近入ってんのお客さん。おまあ、そこそこ。<ー>うん。入ってますよ。ぜひ見に来てください。じゃあ、終わりまーす。バイバーイ。えーい。